それではこちら、ここから私の,ごあの発表のほうに移らさせていただきます NII ・リサーチデータクラウド研究データの統合基盤の概要、全体概要をご説明させていただきましてその中で私のほうから特にデータ管理のシステムである学人 RDM ・リサーチデータマネジメントシステムについての紹介をさせていただきます。それではえー 今、話しましたように政府や女性機関研究費の配分機関のから公的研究費に関する研究データの管理活用に関する指針が出ておりまして学術機関においては研究者自身がデータを管理・利活用 していた,だくための支援を行っていただく、そういった準備を学内で整備していただく必要があるという形でございます、システムの準備とデータ、ポリシーをどう取り扱うかといったところと、あとはまあ利用の、どう教育していくか、研究者や学生の方にどう使っていただくかといったようなところを学内で体制を作っていただく必要があるという状況になっております。 われわれ繰り返しになりますが国立情報学研究所 NII では研究者を支援するためのデータ基盤を提供させていただいております、はい、では簡単に研究データ管理が必要な背景についてご説明させていただきますそそもそも研究データ管理 えってなんだという、まあ、このセミナーに参加されてる方はえおそらくえよくご存じで課題意識を持って参加されてる方がほとんどだと思うんですがあの改めてここで課題をあげ確認定義を確認いたしますと、まあ、研究データ管理英語ではリサーチデータマネジメントで頭文字を取って RDM と呼んでおりますある研究プロジェクトにおいて研究者が生成した情報研究データあ あるいは研究で書いた論文とかパワーポイントとかも含めて我々研究データと呼んでいいだろうと考えておりますがこれらを構造化してデータをどうデジタルに管理していくのかといったところを指している言葉というふうに定義できるとここの発表の中ではこのように定義させていただきますその中で RDM のサービスと呼んだときにこれは広い意味だと研究データのライフサイクルのプロセス えー、データ、研究を計画して、えー、データを管理して、共有して、えー、解析して、公開して、えー、それがさらに、えー 先行研究が検索できるようなところに関するすべての業務を研究データライフサイクルと呼ぶ場合もございますまたそこにそれ以外にも IT インフラや教育支援を行う体制づくりとかといったようなここに挙げたようなことも含めて RDM サービスといった呼ばれ方もすることはございますがこの本発表では IT インフラの部分を特に RDM のサービスとして提供しようとしておる 説明をさせていただきます。で、実際にこの今ご参加いただいている皆様も。 決して研究者の先生方だけではなくて大学の職員、職員の中でもこれだけ多様なステークホルダーの皆様がいらっしゃいまして大学の執行部の上級の先生方以外にも大学図書館や情報基盤センターの職員の皆さんあるいは URA や研究推進部門の先生方あるいは研究者でも部局の管理 職にあられるような先生方がご参加いただいておりおるかと思います。 こういった多様な部署で、ここに挙げたような、左の列で赤字で書かれているような、大学としての全体の方針をお決めいただくことや、あるいは情報基盤を整備していくこと、そして研究データの管理体制を学内で作っていただくこと、普及啓蒙研修体制を学内で作って、指導、ご指導、教育いただくようなこと、そして研究 研究データを利用していく評価や組織としての戦略決定等のためにこのデータ管理を行うといったようなここに挙げましたような目的でそれぞれの部署の方が連携しながらデータ管理を行っていただく必要があるという状況になってきているというふうにお考えいただければと思います。そして国内 こ,こ,はこれはよく使わせていただく資料でございますがお,およそ2015年頃からオープンサイエンスを海外並みにやらないといけないということで政府の方から政府や学術会議の方でいろいろ閣議決定された文書やあるいは学術会議の提言書といったようなところがございましてそれに向けて研究データ管理を行っていただくような 研究データ基盤の構築を我々の間では進めてまいりました特にこちらの資料ですございますが2021年に出されました第6期科学技術イノベーション計画の中では主要指標目標として大学共同利用法人 原発法人様においては2025年までにデータポリシーの策定率を100%にすることそして2023年度までにデータマネジメントプランおよびこれと連動したメタデータを付与する仕組みを作ってくださいということでことが100%にしてくださいということが盛り込まれていたということがございます。 ので我々としてはこういったところをご支援する、大学様のシステムを支援することで、このような要求といいますか、目標に応えていけるようにサービスを提供しており、ま、いきたいと考えております。それで、次の資料でございますが、こちら少し、これも21年に出された資料でございますが。 もう一つの大事な着眼点でございますが、公的資金による研究データ管理利活用に関する基本的な考え方についてという、こちらも内閣府の方で閣議決定された文章の一部でございますが、 えこれは先行してムーンショット型研究開発制度という国内でも非常に大型の研究のグラントがございますがそちらをで先行に適用されている事例でこれは採択された研究費を取った研究者はその研究プログラムで出た研究成果については全て すべてといいますか可能な限りメタデータを付与してそして何らかの研究データ基盤システムでデータ管理を行うあるいは公開を行ってそして検索できるようにしないといけないというようなことが運用評価指針等に盛り込まれております資金配分機関からそれを約束してお金を研究費をいただくという仕組みになっております。そのにもちろん分野やこれ までの大きなビッグサイエンスの分野で既にデータのリポジトリ先が決まっているとかこのデータベースに収めないと論文が書けないような分野っていうのはもちろんございますのでそういった場合は必ずしもこの我々の基盤でなくてもいいんですがその場合でも検索するレイヤーにでは NII の検索のサービスでデータがナショナルレベルでデータ検索ができるようにというような約束のもとで あのえー、このようなあの、えー、先進的な研究データ管理といったものを、えー、進め、えーまああの、進められているというふうにお考えいただければと思います。 もちろん、あの我々のシステムを使っていただければこれに対応できるので自前で研究者の先生方が自分の研究所の中にサーバーを買って入れてそのデータ管理、公開のためのインフラを整備しなくていいというところはメリットということであるというふうにお伝えいたします。 それで、えーえーっとまあ、このようなことがあこれまでも大学の中でおかれ,おかれましては研究データを10年保存しなさい。 えー、とか研究の試薬とかサンプルは5年保存しなさいとか倫理、えー、審査にはクリアしたからでないと研究に出てはいけないとか研究不正を起こしては当然当たり前ですが起こしてはいけない、えー、あるいは情報セキュリティをしっかり守った、えー、ーーのデータの管理を行ってくれというようなことは言われてきたわけですがでここに加えてこうメタデータをつけるとかデータマネジメントプランを作成しなさいと。 とかデータを公開利活用できる形で公開しなさいといわれるようなことが追加されてくるでこれがかなり研究者にとっては負担になる部分もございますのでこれを日常的なこの研究者の研究スタイルの中でそれを楽にする普段の研究も楽になるような形で組み込むことでこの うまくこのデータ管理を行っていけるんではないかということがございます。まあ研究活動がまあ、えー、便利にするという方向のデジタ研究デジタルトランスフォーメーションを行うことで、えー、我々の基盤もよりべまあご活用いただけるのかなというふうに考えております。それで、えーえー、と NII ではああ、えー、2017年から21年にかけてまあ第一期といいますか研究データ管理の基盤を、えー、開発 サービス提供してまいりました。 ここでこう大きなあの3つの,あの基盤がございまして、データ、これまでもございましたが、データを公開するためのプラットフォームであるジャイロクラウドサービス、こちらをバージョンアップすることで、研究データ、これまでもあの大学の博士論文等で使われてきた、を管理するために使われてきたデータ公開基盤でございます。 企画リポジトリサービスでございますが、そこを拡張する形で、研究データも置けるようにしようとか、置いて DOI を与えられるようにするというような形で、研究データ公開基盤というものがございます。で、それにデータ公開基盤にデータを入れていただくと、今度データ検索の基盤で、サイニーというサービスがご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ナイアが提供している検索、論文を検索するサービスで、これまで論文とか、 博士論文とか書籍といったようなところの研究検索だったんですがそこに加えてさらに研究データ論文に紐づ付いて研究データも検索できるようにするとかあるいは課見費のデータベースもご存じの方もいらっしゃるかと思うんですがそれも串刺し検索できるような形で検索基盤というものはサービス提供されております。で ここに入れるための、まあ、データを公開に渡すためのその前段階ですね研究室の中でお使いいただくのがこのデータ管理の基盤でこれは新しく21年から運用開始いたしました学に r d m というサービスがございますこちらこの学に r d m についてこの後詳しく掘り下げてご説明させていただきます はい、でこちらすいませんでに私の発表の中でいくつか、えー、何回か研究データライフサイクルという言葉を使ってしまったんですがこちらがその、えー、研究のプロセスに沿って データがどう移っていくかといったところを示した研究データライフサイクルと呼ばれている図でございます研究を計画してデータを集めて保存して共同研究者とデータ共有してデータ分析して考察を行う論文を書いてデータを公開したら公開データ公開のリポジトリにデータが移るそれが検索できるようになっていくという図になっています でこれの図に照らし合わせて、それぞれ NII では、あのえー、今映しておりますのは、データを公開する基盤でございます、Jyra クラウドと呼ばれているサービスでございますが、こちらはデータ公開された後の流れで。えーっと 開発者はあの林除去、えー、が行っておりますがこの右下にあるような、えー、画面の持っているのが、えーえー、とジャイロクラウドと呼ばれているサービスで、えー、データを、えー、公開していただくようなあのインフラになっておりますこちらも、えーとじえー、次年度をかけて、えー、移行していくという形になっております それでこの公開基盤に関しましては全国でお,およそ720機関以上のでお使いいただいているという状況でございます。それでデータ検索のプロセスはサイニにリサーチというサービスが提供しておりまして ここでは総コンテンツ数3200万件が現在入っていると、これだけのデータが検索できるような状況になっております。今後、この公開,公開基盤のデータが増えたり、あるいは海外のデータベースとの連携等も強化しておりますので、より検索できるコンテンツ数はどんどん増えていくという状況がございます。 で、えーと、これらの、あこれがまあサイニーの画面でございますが、えーまあ、よくある o、えー、まあ、l e のような検索、えー、ウィンドウになっていてここでまあ検索すると、えー、串刺し検索した結果が出てくるという状況になっております、はいでえー、と管理・公開につきましてはあのダイジェストの紹介になってしまいますが、えー、学 2RDM は研究室の中で研究者が、あるいは研究者お一人のアイデアをまだ温めている段階のサービスになっています。それでこの学人 RDM でございますが、われわれサービス開始時点から24時間365日の運用担当者をつけてのサービス運用を行っております。 なかなか止めることはないように、えー、なるべく止めることはないように運用をす、えー、行っておりますので。ご安心してお使いいただければと思っております。えー、学人 RDM の概要について簡単にご紹介させていただきます。えー、学人 RDM でございますが、えー、研究の、えー、ビジョンといたしまして、研究開発のビジョンといたしましては、研究推進、 研究構成の2つのつ柱で開発を行っております研究推進はデータ共有や研究効率を上昇すること、研究構成に関しましては研究不正を二度と起こさないと、そのための機能を充実させているということがございます。また、研究者と機関にとってそれぞれ、機関の管理者と研究者にとってそれぞれ便利な機能を重点的にこれまで 整備開発を行ってままいりましたでこのあ、えー、とこの後いろいろと質疑を受けると思うんですが今現在の利用規定上はこの学,学術認証フェデレーションという認証システムの仕組みがご存知の方も大勢いらっしゃるかと思うんですが認証フェデレーションに参加している機関様の 間、えー、での利用という形になっております。このあたりえっ、ー、とすごくえ課題というところはあの感じているところでございます。それで、えー、まああの学ニアルデムのポータルから、えー、大学名、えー、研究機関名を選択していただくと、えー、普段お使いの認証システムのおログイン画面で、えー、ログインを行っていただくという形で、えー、その、えー、ログインしていただく学ニアルデムに入っていただく形になっています。 ですので、えっと、認証システムで学内であの多要素とかを、えー、多要素認証とかを入れてらっしゃると、えー、大学側の多要素もあの使えるという形になります。それで、えー、学にあるデーの実際の画面としていたしましては、ここに挙げましたような、プロジェクトと呼ばれているデータ管理を行う画面があ すみません、学 2RDM は、ウェブブラウザーを通して使うウェブアプリケーションとなっております。それで、この普段お使いのブラウザ上で、このような画面を、研究者の方はいくつでも、個人レベルでも、研究室レベルでも、共同研究でも、いくつでも作っていただいてこ、こ,ここに共同研究者を追加したり、研究概要を書いていただいたり、 あるいは同じ画面のスクロールいたしますとファイルストレージシステムのようなものも見えてまいりますのでそこにディスクトップからデータをドラッグアンドドロップで入れていただくといったような使い方がベーシックな使い方になっております。 右下はこのデータをシステム上に入れていただくと来歴管理を取っていきますので誰がどうデータを編集したかといったようなところが記録されていくとでプロジェクトの管理者およそラボのヘッドの方を想定しておりますがそういった方々は何かあったら来歴を来歴を遡ってプロジェクト中でデータがどう更新されたかといったことがログがダウンロードすることができるという形になっております。 実際のエンドユーザーの研究者の方はこのような画面でデータをファイルシステムに入れていただいてあるいはプレビューを代表的なファイルに関しましてはプレビューしていただいたりプロジェクト用の Wiki を使っていただいたりディスカッションの機能で研究を進めていただくことができますまたここの図では一研究室の事例として 2人の学生 A と B の研究プロジェクト管理領域を教員が管理しているというところを示しておりまして学生 A と先生だけが教授だけが見えているディレクトリがある学生 B と教授だけが見えているディレクトリがあって A と B の間はそれぞれ見えないんだけど研究を進めていただいて彼らが卒業する時期になったらあまり慌てなくても年度末に研究室で彼か 彼のデータどこ行ったみたいなことが起こらずに教員はもうすべてのデータがあら,、まあらかじめ見えるように作っておけばあのここに提出しなさいと言っておけばあの、えー、データの引き継ぎを、まあ、翌年のメンバーに渡していくことができるというような状況になっておりますでここはまあ研究室の事例なんですが当然掘り下げますと大型の研究プロジェクトでも、えーえーえー、分担研究者とかあ プロジェクトマネージャーの先生方とかといったところで構成すれば同様のデータ管理ができるようになると考えておりますまた学 2RDM のもう一つの特徴といってしまして外部のクラウドサービス既存のクラウドサービスの多くと API 連携というものの仕組みを持っておりまして えー、プロジェクトあるいは学内で提供されているクラウドストレージを、えー、この研究プロジェクトに紐付けていただいてそちらのストレージを、えー、お使いいただくことも可能になっていますどのストレージをつないでいただいた場合も先ほどの来歴管理のシステムは働きますので、えー、うまく活用していただいて、えー、大,あの大学ごとの事情に合わせたあのストレージ運用といったことが可能になっております こちら少しそれを、えー、掘り下げた図になっておりますが n i の学に RDM をお大学機関としてご契約されると、えー、標準ストレージか機関ストレージかを、えー、ご選択いただく形になります、えー、何も、えー、とご選択されない機関ストレージを選択されない場合は NIA が提供する研究者1人当たり 100GB のストレージをユーザー1人当たり 100GB のストレージをデフォルトではあのご提供しているんですが、えー もちろん容量が足らないとか、あるいは学大学側でのデータバックアップが必要ということもあるかとざいますので、その場合は基幹ストレージという領域をご選択いただく形になります。また、加えて拡張ストレージという領域は先ほど、えー、ご説明いたしました、あのえーえー、全額的にというよりは、えー、各大学、まあ 先生方のプロジェクトとか学部ごとに少し事情で使い分けたいストレージがある場合といった場合は拡張ストレージでさらにカスタマイズしてお使いいただくことを想定しておりますはいこれらのファイルシステムにデータを置きますと研究学 2RTM の研究証跡管理という機能が動作いたしましてこれはえ RDMNII のサービスの中だけではなくて第三者機関である自国認証事業者というものが国内総務省から認可されている時計を管理されているような業者さんがいらっしゃるんですがそこのサーバーにアクセスする形でこの時間にこのファイルの えー、この内容が確かにあったということを、えー、記録を取ってデータベースで保存するというようなことを行っておりますので、まあ、ストレージ側で何らかの書き換えとかデータ削除とかがあった場合はプロジェクトの管理者の方にアラートが発行されるという形になっています。 実際にわざとデータをストレージ側で外してしまった削除してしまったような場合のアラートはこのような形で出るとでこちらももちろんダウンロードして管理者の方は CSV ファイル等でご確認いただけるという形になっておりますで次にこの秋のアップデートで我々行いましたメタデータ登録の機能というものがございます こちら、えー、冒頭ご説明いたしました公的資金による研究データ管理理活動に関する基本的な考え方。 の中で、それに対応する形で、資金配分機関からのご要望にお答えする形でございますが、ここで研究者はデータ、あるいはデータセット単位で指定されている15のメタデータを付ける必要がございまして、そちらがこの次のこの非常に細かいテーブルになっております。これをデータごとに、あるいはデータ セットごとに研究者付与して資金配分機関に提出しないといけないというとことになっておりますのでこれをシステム中で日常的に学年 r d m にデータを入れておいていただければある程度そこでメタデータを自動的につけれる値などは自動保管してかつ え、メタデータを適切な提出フォーマットで出力できるような支援機能を入れ、入れました。これ、これが秋のアップデートで行ったものでございます。実際の画面は先ほどのあストレージの管理する、ストレージ管理の画面に えー、データを置,き置いて、えー、ディレクトリーあるいはファイルを選択すると、えー、メタデータの編集機能というものが新たに出まして、えー、ファイルを選択してファイルをまたディレクトリーを選択して、えー、メタデータ編集機能を選んでいただきますと、まあ、このような。 このようなダイアログが表示されますでこ,こで、まあ、先ほどの15項目を入れていただくとである程度日付とかファイル名称とかあるいはデータの容量とかそういったメタデータについてはあの え、自動保管するような機能を持っていたり、あるいはその、ストレージ、えと、このメタデータをコピーして、別のメタデータのフォームに入力するような機構も兼ね備えております。で、ここはまだまだ、えっと、改善の余地ありというところですので、皆様からお使いいただきながら、あの、え、どうメタデータの入力を変えていくかといったようなところのご意見いただければと考えております。 実際にデータごとにメタデータを入れていただいた後のデータを提出するためのエントリーを作るプロセスはこのような画面になっておりまして資金配分機関様を選択したりあるいは一部の大型プロジェクトではあらかじめ研究課題が自動保管されるような仕組みも入れております。 実際に普段日常的に研究データにメタデータをつけておけばこのような提出の時には提出フォーマットを作って複数のデータであっても焦らずにデータ提出の CSV を作ることができると形になっております。 実際に CSV をダウンロードすると、ここにございますような、ここでは1行だけ、2行だけ表示しておりますが、ヘッダー行と実際の値が入っているデータを表示しておりますが、こういったファイルを資金配分機関にご提出いただくことが、研究者はできるという形になっております。 学 2RDM の利用事例をスピードアップしてご説明いたします現在、学 2RDM、11月末現在、52期間にお使いいただいております、えー、と総合大学、文系、理系、そして、医系の,の大学様や、あるいは病院の研究センターといったところでも、直近では利用されるようになってきました。 こちら利用事例の1つ目ですが研究防止研究構成の観点では東京大学定量生命科学研究所様の事例として署内の研究者が出すすべての論文を倫理担当部門の方がチェックされていますでここまでこう手動で解析して画像の切り張りないかとかをメールベースでやり取りされていたんですが額に RDM を入れていただいてデータをやり取りするそしてまあ一 一部、東大様のほうで開発されたワークフローエンジンといったところで実行することで、半自動化といったようなことで、管理者側も支援する、管理者側を支援する、研究者にとっては、自分が出す論文の画像に、ま。あ 疑義が発生しないチェックができるといったようなサービスを東大様の方では実施されております今後はそのデータ公開のリポジトリがございますがそちらでもデータを公開されていくというふうに伺っておりますそのほかこれも今日の半大様のご講演にも関係するかと思うんですがこちら金沢大学様の事例でございますがコアファシリティというえっと こちらも文科省様がされている学内にある研究実験装置を共有するという有効活用するために共有するための取り組みをされておりましてそういった事業をされている中でこの学に RDM を入れていただいて時期間に専用ストレージを置いてそれを接続して研究者からデータを えー、あつ集めて、それを、えー、データ分析の専門家の方が分析されるような仕組みを、えー、取られているというふうに伺っております。急ぎまます。<laughs> また、えーえー、北海道大学様では、えー 情報基盤センターのスーパーコンピューターのストレージを学に RDM に接続して良いというふうにしてくださっていて、付属図書館様の方でそういったアナウンスとか利用ができることを学内に周知いただいているというような状況がございます。 また、えーと、大学でのご両事例としては北見工業大学様北海道の3つの国立大学様の経営統合では3つの大学で共通のインフラを入れてそれぞれの専門分野での管の融合研究を行うということで学 2RTM をお使いいただいております。 そのほか、こちらは MDX 様でございますが、データ活用社会創生プラットフォーム、MDX のプロジェクトで、ストレージと、あと、このあと、データ解析の紹介がございますが、ストレージとデータ解析のリソースをお使いいただく形でもご利用いただいております。 他に理化学研究所様でもこの学に r t m のソフトウェアをお使いいただいてシステムの管理を行っておられます、はい、ではこれからの NI リサーチデータクラウドというところを最後に簡単にご説明させていただきますこちらこれから5年間かけて今本日紹介した3つの研究データ基盤をさらに7つの え、基盤、え、あるいは機能を追加して、え、学術研究データプラットフォームということで、え、さらにアップデートしていこうと考え、我々考えており、NI としては考えております。 でそここで7つの機能が列挙されておりますがこの中でも実装やあるいは検討が進んでいる3つのサービスについて本日この後の講演者が紹介させていただきます1つはコード負帯機能というところで藤原のほうからデータ解析に関する基盤のご紹介をさせていただきます。 そしてデータガバナンス機能、こちらまだまだ設計中の部分もございますが、横山のほうから午後、紹介させていただきます。そしてもう一つが人材育成の基盤ということで、古川のほうから、学人 LMS での RDM の教材等の説明を掘り下げて説明させていただく形になります。 最後に、学 2RDM の利用申請についての学内で情報システム担当者の方が学 2RDM を導入いただけるという場合はこちらに挙げましたような利用機関からのご申請をいただければ学 2RDM のサービスの利用申請をいただくことができますのでまずはメールで我々われのほうにお問い合わせいただければと思います。 まとめますと、政策等で我々研究者の方は、メタデータを、データ管理を行う必要がある、研究データの管理を行って、メタデータを付与していく必要がある、それをデータの利活用につなげていかないといけないという状況が起こってきております。 それで我々はそれを支援するために学に r d m というデータ管理の基盤を作っておりまして全国52機関まで来ることができました今後さらに共同研究の枠を広げていただくためにもこの機関数を我々としては増やしたいというふうに考えておりますナイリサーチデータクラウドの概要について説明し今後の5年のプロジェクトの頭出しといいますか概要の 説明をさせていただきました。私の方の発表はあの以上になります。ありがとうございました。